あんたの息子の車にはねられて大怪我した。1000万円払え。どちら様ですか？田中みなと、被害者だ。誰かと間違えていませんか？私の息子がそんなことするわけありません。そんなはずはない。無保険だから逃げたんだろ。慰謝料と治療費払えよ。身に覚えのないことに突然お金の要求をされても困ります。息子をかばいたくなる気持ちはわかる。でも悪いことをしたら罪を償わせるのが親の役目じゃないか。そう言われましても。俺は全身骨折して不自由な生活を半年も余儀なくされたんだぞ。今だってリハビリ中だ。それは災難でしたね。人事みたいに言うな。加害者はあんたの息子だぞ。100歩譲ってそれが真実だとして、どうして私の LINE のアカウントを知ってるんですか？正直とても不気味です。それは俺が天才的なハッカーだからだ。はい。数日前近くのデパートに行っただろ。そしてあんたはそこの無料 Wi-Fi を使用した。うろ覚えですがそうだったかもしれません。その無料 Wi-Fi を利用してあんたの LINE のアカウントを知った。電話番号、住所、名前も全部把握している。本当にそんなことができるんですか？専用ツールを使えば特別な知識や技術がなくても簡単にできる。それってハッキングじゃないですか。俺の手にかかれば個人情報を入手することなどいいとも簡単だ。 SNS を乗っ取るために無料 Wi-Fi を設置することもできるぞ。威張って言うことじゃないと思います。あなたがしていることは劣気とした犯罪じゃないですか。ひき逃げする方が悪質だ。あんたに拒否権はない。さっさと払えよ。これってネットを利用した詐欺ですよね。警察に相談します。本当にそれでいいのか？どういう意味でしょう。あんたの個人情報を全て把握していると言ったはずだ。やっと見つけたひき逃げ犯をこのまま野放しにするわけないだろ。怖いこと言わないでください。1000万円払えばその恐怖から解放されるぞ。はったりとしか思えません。証拠もなく決めつけないでください。現場の近くに防犯カメラはなかった。おまけに目撃者もいなかったから証拠はない。確たる証拠もないのに息子を犯人呼ばわりされるのは心外です。よく考えてみろ。今回のひき逃げ事件が公になったら新聞の一面を飾ることになるぞ。そしたらあんたら家族は有名人だな。そうでしょうか。金を払ってくれるなら大ごとにはしない。当人同士で解決することであんたらはこれまで通り平穏な暮らしができる。俺の配慮を無駄にするな。でも私の息子は無実です。納得いかないのなら弁護士にご相談ください。その方が息子の無罪も証明できます。加害者側の人間が偉そうなこと言うな。被害者である俺の言う通りにしろ。さもなくばあんたら家族を地獄に落とすぞ。そんな。1週間だけ待ってやる。指定の口座に1000万円を振り込め。せいぜい誠意を見せるんだな。私はサキ、35歳の専業主婦です。田中湊と名乗る謎の男性から届いた突然の LINE に頭が混乱しています。私の一人息子が人をはねて、しかも逃亡を図ったなんて信じられません。もしそれが本当だと言うならば、息子には罪滅ぼしをさせなくてはならないでしょう。しかし男性の話を聞いたところ、私の LINE のアカウントをハッキングして入手。証拠もないのに息子がひき逃げ犯と決めつけ、1000万円もの大金を要求してくるなんて詐欺ではないかと疑っています。謎の男の正体がわからないまま不安な日々を過ごしていたところ、また衝撃的な LINE が届いたのです。1週間後。あれから1週間が経ったのに1000万円が振り込まれてないぞ。どういうことか説明しろ。息子が犯人だという証拠がないままそんな大金を支払うことはできません。なら一生罪悪感に苛まれながら生きていくつもりか？前にも言いましたが、何かの間違いではありませんか？人を疑うならそれなりの理由が必要だと思いますが。人の人生をどん底に落としておいて、よくそんな態度でいられるものだな。俺はあんたの息子が持つ車の特徴を今でも鮮明に覚えているぞ。え？車種はセダンで、上下に白と黒のツートンカラーだろ。確か車の上部には赤く光るワンポイントがあったはずだ。確かに似たような車を持ってはいますが。ほら見ろ、そんな奇抜な車に乗ってるやつなんかめったにいない。
あんたの息子が犯人だ。でもありえません。この後に及んで言い逃れしようとするな。激痛に耐えながら俺は逃げる車の残像をこの目に焼き付けたんだぞ。突然の出来事にさぞかし驚かれたことでしょう。心中お察しいたします。まるで人事とでも言うような言い方だな。そんなんだから嫌がらせをされるようになるんだよ。嫌がらせって？いたずら電話に嫌がらせの張り紙だよ。ここ数日間相当な苦痛を味わったに違いないだろうな。どうしてそれを知ってるんですか？俺がやったからに決まってるだろ。はい。一日中あんたの携帯と家の電話にかけまくってやった。張り紙も大量に書きすぎたせいで手が腱鞘炎になったよ。まさかあなたが犯人だったなんて。手が痛くて何もできやしない。あー痛い痛い。これはあんたのせいだからな。慰謝料として100万円払え。手が腱鞘炎になったのは自分のせいじゃないですか。事の発端はあんたの息子が原因だ。恨むなら自分の息子を恨めよ。なんて人なの。これで合計1100万円の支払いになるな。あと1週間だけ時間をやる。今度こそ必ず振り込めよ。そんなお金うちにはありません。消費者金融という便利な金貸しがあるだろう。借金しろと言うんですか。家族の体裁を守れるなら1100万円なんて安いものだろう。もしくは大金が舞い込むように俺が手助けしてやってもいいぞ。どういう意味ですか。家に火を放つってことだよ。火災保険で相当な保険金が降りるだろう。俺が全てを失ったようにあんたら家族も何もかも失えばいい。笑えない冗談はよしてください。そんなことしても後悔するだけです。それはあんたの方だ。海のように心が広い俺をここまで怒らせたんだからな。当てつけはよしてください。家が燃え尽きるまでのタイムリミットはあと1週間だ。今度こそ誠意を見せてみろよ。じゃあな。1週間後。堪忍袋の恩が切れた。明日あんたの家を燃やす。正気ですか。住む場所がなくなるだけだと思うなよ。せいぜい夜道には気をつけるんだな。人を脅かしてそんなに楽しいですか。あなたの方こそ自分の身を案じるべきだと思いますよ。うるさい。車で人を跳ねた息子を持つろくでなしの母親のくせに。そのことであなたに言い忘れていたことがあります。なんだよ。息子は3歳だけどトミカにでも跳ねられました？は？子供のおもちゃが大人を全身骨折させちゃうほど威力があるなんて知りませんでした。私も気をつけなきゃいけないですね。そんなはずはない。3歳の息子じゃなくて年の離れた長男がいるんじゃないのか。俺はごまかされないぞ。子供は一人だけです。じゃあセダンに乗っているのは誰だ。息子じゃないと言うならあんたか。もしくは旦那とも考えられるな。いいえ違います。その車は確かに息子のものです。は？3歳が車を持てるわけないだろ。どこまで人をバカにしたら気が済むんだよ。よく考えてみてください。あなたが見たという車の特徴をね。だから車種はセダンで上下に白と黒のツートンカラーだろ。で上部に赤く光るワンポイントが最大の特徴だ。その特徴がぴったり当てはまるものがあるじゃないですか。え？パトカーですよ。息子はトミカのパトカーを愛してやまない3歳児です。嘘だろ。それより疑問点がいくつかあるんです。なぜ私の息子をひき逃げ犯に仕立て上げようとしたんですか？それは偶然聞いたからだ。どこで何を聞いたんです？近くのデパートであんたと旦那が息子に車を買うと話していた。たまたまそれを近くで聞いていた俺はうまいこと金をゆすれると思ったんだ。つまり息子を加害者にでっち上げ無料 Wi-Fi を使って私の LINE のアカウントを知りコンタクトを取った、そういうことね。はい。私たちの会話をここまで盛大に勘違いするなんてね。息子の誕生日プレゼントは何にしようか話していただけなのに。紛らわしい会話をしたあんたが悪い。それを聞いていなかったら俺はこんな面倒くさいことなんかしなかった。自分の非を他人に押し付けないでくださいよ。完璧な作戦だと思ったのに、まさか息子が3歳だったなんて騙された気分だ。勝手に勘違いして自滅しただけじゃないですか。
それよりあなたの方こそ罪を償うべきじゃないですか。俺が何をしたって言うんだよ。鳴りやまない電話と相当な数の張り紙をされて精神的苦痛を受けました。どう責任を取るつもりですか。そんなん知るか。田中湊は偽名だ。素性のわからない相手をどうやって訴えるつもりだよ。私はあなたの本名を知っていますよ。ちなみに住所も把握しています。は？本名は田中武さん。確か年齢は36歳だったかしら。あなたはご近所さんですよね。なんで知ってるんだよ。ひょっとしてハッキングか。私はそんなことできませんし、やろうとも思いません。あなたが言ったんじゃないですか。数々の嫌がらせは自分がしたことだって。あれは嘘だ。俺じゃない。防犯カメラにあなたの姿がバッチリ映っていましたよ。言い逃れはできません。なんだと。家からめったに出ないニート生活をしているそうですね。だから私の息子が3歳とも知らずにこんなことをしたんでしょ。それは。それとあなた、過去にも詐欺を働いたことはあるんですか。あんたに話すことは何もない。正直に話してくれなくてもいいです。でも過去に人を欺いてお金を騙し取ったことがあるなら罪が重くなりますよ。警察なんて何もできないワンコーだ。あんたが告げ口したところで相手にされないし、俺が捕まることはありえねえよ。私の夫は警視庁サイバー犯罪対策課に所属しています。もちろん今回のことは夫に相談して警察はすでに動いていますよ。俺が悪かった。本当にすまなかったと思っている。だから警察には全部いたずらだったと説明してくれ。お手本のような手のひら返しですね。実は過去にも詐欺を働いたことがある。これ以上罪が重くなるのは嫌だ。今回のことは口外しないでくれ。どうか穏便に解決しよう。私は警官の妻です。犯罪に手を染めている人を黙って見過ごすわけにはいきません。出頭して罪を償ってください。ふざけるな。だったらせめて100万円払えよ。あんたのせいで俺は慢性的な腱鞘炎で苦しんでるんだぞ。すべて自業自得です。むしろ慰謝料を請求されるのはあなたの方ですよ。きっちり払ってもらえますからね。俺はニートだから金がない。払うなんて無理だ。出所後自分の力で稼いだ綺麗なお金で払ってもらえます。そんな。まずは今まで迷惑をかけた人たちに詫びる気持ちで精一杯お勤めしてきてくださいね。それが今のあなたの仕事です。豚箱行きなんて勘弁だ。助けてくれ。あなたを手助けすることは絶対にありえません。ところで全身骨折したという話は本当なんですか。1年前にチャリで漕いでたら電柱にぶつかって転んだ拍子に右足を骨折した。全身骨折なんてどうせ嘘だろうとは思っていましたけど、骨折したのは本当だったんですね。うるさい。大泣きするほど痛かったんだぞ。ご愁傷様です。まあ脅迫罪、詐欺未遂罪、詐欺罪で直に逮捕されることでしょう。規則正しい生活になりますね。ちょっと待て、脅迫罪までプラスされてるぞ。私の家を燃やすと宣言したからです。これは脅迫罪に当たります。あれはうっかり口を滑らせたからだ。本心じゃない。今さら何を言っても遅いですよ。それじゃあ豚箱では健康づくりも頑張ってくださいね。さようなら。ちょっと待て、話は終わってないぞ。おいって。後日談。あれから田中さんは逮捕状を持って駆けつけた警官によって逮捕されることとなりました。脅迫罪と詐欺未遂罪に加え過去の詐欺罪が立証され実刑判決を受けたそうです。出所後はまともな職に就くこともできず慰謝料の支払いに追われ苦しい生活を余儀なくされるのは目に見えています。きっと彼の人生に光が差すことは二度とないでしょうね。一方私はというと、まさか息子の富香が一人の犯罪者を検挙することになるとは思いもしませんでした。驚きと同時に今回私は無料 Wi-Fi の恐ろしさを身をもって知りました。今では以前と同じ穏やかな日々を過ごしていますが、ネットが普及し便利になった反面、その裏には巧みに人を騙す悪い人間がいることを忘れてはいけません。自分には関係ない無縁な話と人事と思わず、皆さんも気をつけてくださいね。